群馬県の代表決定戦は3年連続で同じ顔合わせ、アルテ高崎と都南前橋の対戦となりました。 JFL のアルテ高崎です。去年は群馬県代表として本大会に出場しています。中心選手はこの人、 JFL 得点王のフォワード久保田圭一選手、そして元鹿島アントラーズのミッドフィルダー大谷正史選手です。まあ相手がどうであれ、都南であれ、どこのチームであれ、やっぱりこれには勝たなきゃいけないっていう、うちのチームとしてそんだけの気持ちを持って戦えるかなっていうところを見せたいなと思ってますけども。対するは関東サッカーリーグ2部に所属する都南前橋。去年は PK 戦の末涙を飲みました。99年ワールドユース準優勝のメンバー、キャプテンの氏家秀幸選手を中心とした細かくつなぐサッカーで2年ぶり2回目の本大会出場を目指します。またあるとできるっていうことをまずみんなで楽しんでやるのと一つで、やっぱりまあ勝負なんで、そこはまあ JFL だろうがちょっと頑張ってやっぱ勝ちに行こうかなと思ってます。正々堂々と正面から逃げも隠れもしないでやりたいなと思ってます。はい、赤いユニフォームがアルテ高崎、そして黒と白の縦縞が都南前橋です。小島さんも同じ群馬草津でプレーしていたので、まあ、おなじみの両チームの対戦ですよね。そうですね、ライバルとして、この群馬のピッチでいろいろ思い出深い試合させていただきましたね。前半は赤のユニフォームアルテ高崎が左から右に攻めます。白と黒縦縞、右から左に都南前橋です。前半立ち上がりです。ルイス・フェルナンドから右展開、右のサイドバック東田です。クロスが来て、そのルイス・フェルナンドのヘディングシュート、1メートル85センチありますブラジル人フォワードです。前半の18分です。アルテの攻撃です。左サイド中盤の川場です。川場から中、注目のフォワード久保田、ドリブルで行く、そのまま行く、シュートチャンスだ、シュートだ、ゴールキーパークリアだ、まだチャンス続く、大谷のシュート来た、これもクリア。最後クリアしたのは都南前橋右のサイドバック東田です。さらにアルテの攻撃、前半の31分、右のサイドバック杉山抜けていく、抜けていく中、マイナスのボール、久保田のシュート、クリアです。これもクリア、いや、よくクリアしましたね。そうですね、しっかりとこうサイドをアルテが崩してきたんですけどもね、都南のディフェンス、ここは非常にカバーリングしましたよね。前半の38分です。アルテのボール、宇治へカットして、そのままロングシュートだ、アウトバーだ、惜しいシュートになりました。都南前橋キャプテンの宇治へです。まあ、この辺はやはり宇治江選手、やはりゴールキーパーの位置よく見てますし、非常にこう効く性格ですよね。前半の43分です。アルテ高崎のコーナーキックです。キッカーは白山、中ヘディングシュート来た、決まった、先制だ、アルテ高崎1対0先制しました。キャプテンの大谷のヘディングシュート、アルテ先制です。まあ、この場面でこうマークをしてた選手同士、都南の選手同士がちょっと交錯して、大谷選手フリーになってしまいましたよね。してやったり、後藤義和監督、前半は1対0アルテ高崎リードです。後半です。都南の攻撃、宇治家粘る、いいスルーパスだ、松田がフリーだ、シュート来た、サイドネット外側だ、大きなチャンスでした。同点のチャンス逃しました。宇治家選手ね、この辺よく見てますよね。非常にいいパスでしたけどもね。なんとか同点に追いつきたい都南の菅原監督。後半の35分、宇治家からクロス、嫌いに振ります。都南もディフェンスしっかりブロックを作っています。今度は山田から右、右サイドバックの東田、クロスを入れた、合わせた、バーの上だ、バーの上だ。最後合わせたのは5番、途中から入った森田。
都南にとっては時間は少なくなってきました。雨の中の試合、群馬大会。さあ時間はありません。アルテ高崎は時間を使います。ここで試合終了、1対0、アルテ高崎が逃げ切りました。田島さん、ライバル対決、こうゴール前での見どころも多い試合になりましたね。そうですね、この2チームカテゴリーは違うんですけれども、非常に毎回競った試合、いい試合になりますよね。今年も非常に競った試合、キャプテン大谷の決勝ゴール、1対0アルテ高崎が勝ちました。目標は鹿島と戦うことなんで、まずは1回戦目しっかり戦って、それから J に臨みたいと思います。はい、群馬県代表は2年連続8回目のアルテ高崎です。